こんにちは、にじこです、今回の風さんの花の MV は本当にやられましたよね、皆さん。私も未だにダメですね。ダメっていうのは、いや、もう見るたびに、もう魂が震えて、本当に、なんていうか、どこかの惑星に飛んでいきそうです。心ここにあらずみたいな、いや、それでね、この写真がアップされたのを見てね、私さらに魂持ってかれちゃったんですよ。ズッツさんね、棺の中に入ってる風さんを引っ張ってるね、風さん風な人、黒いスーツの、足元しか見えないけど、誰だろうって、もしかしてズッツさん思いましたけど、そう思った方多いんじゃないですかね。そしたらやっぱりそうだったんだと思って、でまたこのズッツさんがかっこいいことね、えもうアラフィフとは思えないこのかっこよさ、やっぱりかっこいい人のそばにいると、よりそのかっこよさが伝染するっていうのもあるのかしら。まあもともとねかっこいい人ですけどね、ズッツさんはね。いや、それでね、この実に印象的なこの2人の構図ね、風さんが棺の中にいて、これはもう死んでるっていうことを表していて、でそれをズッツさんが引っ張っている。なんかもうね、これ見てたらなんか胸がいっぱいになっちゃって、いろんな思いが湧いて、まあこれはオールド風は死んだよっていう、ニュー風で行くんだよっていう意味もあると思うんですけれども、風さんは実に軽やかに死というものをよく話すし表すし表現するんですよね。でそれに対してなんか違和感がある人とか、身近にこうショックな死を感じた人とかが、衝撃を受けたとかって、そういう話もちらほら目にしたり耳にしたりはしてます。それもわかります。ただ風さんが伝えたいのは、その死っていうものをなんかダメみたいな、意味嫌うものではなくて、死ぬということは本来の世界に帰っていくことなんだよ、この世はそのための、まあなんていうのかな、魂を磨く場、行ってきますって地球に来て、そしてただいまってあちらに帰る、そういうことをね、いつも伝えてくれてると思うんですよね。ハイヤーセルフと共にこの地球に降りてきてね、ハイヤーセルフとのつながりがあるのに、それに気づかない私たちで、一生懸命気づくために日々いろんなね、もがいたりしてるわけで、でそこに風さんという人が現れて、それをもっと分かりやすく伝えてくれて、ハイヤーセルフっていう存在がいるんだよ、誰にもいるんだよ、でそのハイヤーセルフを見つけて、そちらの意識で生きたらもう世界は変わるんだよ、自分らしく生きられるんだよってことをね、常に常に伝えてくれている。そんな風さんといたら、嫌でもズッツさんの意識だって変わりますよね。そう思いました、私は。で、まあ時に5歳、時に赤ちゃん、時に109歳っていうね、ズッツさんも風さんのことをそんな風に表現していたように、本当に風さんって不思議な人で、そういう全て分かってる。全て分かっている109歳の時もあるんだけど、でも地球に慣れてないのかいろいろこう面白い言動も多くて、またそのギャップがいいんですけどね。そんな風さんをずっと見ているこのズッツさんはね、どんな思いで今回この MV のこの棺の風さんを引いたのかな、なんてね、そんなことをね、勝手に私はまた妄想してしまいまして、で今までのその2018年にズッツさんが初めて風さんに会ったその時からをね、勝手に私がこう思いを馳せたんですけども、2018年だから19、20、21、22、23、もう5年経ったわけですよね。たった5年、されど5年、濃い5年だったと思います。本当に初めてね、会った時に断られた、それでも食い下がって
もう一回行ってお父様お母様とも会ってお話をして、そしたらね、お父様お母様もズッズさんの熱意にやられて、ね、川津さんを泣かしちゃダメだっていう風に風さんにお父様が言ったぐらい惚れ込んだズッズさんね、一体どんなお話をされたんでしょうか。もう情熱をパッションを伝えたんでしょうね。この人を大事に大事に世に出さねばっていうその思い、うん、なんかともすればこの業界にね、いい食い物にされる危険だってあったわけで、だけどズッズさんは本当に純粋に風さんという藤井風という人間を受け入れたって感じがするんですよ。ミュージシャンとしてマネージャーとしてはもちろんなんだけども、それ以前にというかそれ以上にこの藤井風というこの稀有な存在を、このね、このダイヤモンドをどう扱うか、どうやって世の中の人に知ってもらうか、そして傷つけないようにっていう、もう本当に本当に宝物を扱うようにね、今まで来られたんじゃないかなと思うんですよ。で、時に盾になって守り、うん、そして時に一緒にもがき、いろんなアクシデントも乗り越え、なんか本当にズッズダイアリーでもありましたよね。ズッズダイアリーっていうか、スタッフダイアリーでズッズさんが書いてくださった中に、ファン同士のね、こうやり取りで風さんがね、どんなに傷ついてるか、どんなに辛い思いをしてるかっていうことを吐露してくれた時もありましたよね。あの時どんなにズッズさんも辛かったかなって思ったんですよね。大事な大事な愛すべきファンの人たち、その人たち同士で何か争いをしてるっていう、そんな悲しいことはないですよね。うん、ズッズさん曰く、風のこんな悲しい顔は見たことがないというね、その言葉がどれだけのショックを受けてるかっていうのは物語ってますもんね。で、それをズッズさんも同じようにその痛みを感じたと思うんですよ。うん、どれだけ大変だったか、どれだけ辛かったかと思います。その繊細で優しくてね、みんなに愛を振りまいてる風さん、その風さんをどうやって守っていこうか、どうやってこの人の才能を思い切り発揮させるかって本当に常に常に考えてこられたと思うんですよ。で、ご家族よりもずっと長い時間風さんと一緒にいらっしゃるんじゃないかなって、そんな感じしますよね。だってずっと一緒ですもん。で、これから海外進出となればさらにずっと一緒にいるっていうことになりますもんね。なんかね、本当にやっぱりこれは偶然といえば偶然だけど、必然という偶然、もう宇宙から決められてたこと、ここで風さんとズッズさんは出会う、そして風さんという人を世に知らしめる、まずは日本から、そしてそこから世界へ、そして地球をもう地球レベルですね、地球を平和に素晴らしい星にしていく、なんかそんな人っていう、もうね、もうそういう風になっちゃいますね、風さんのことを語るとね。そんなすごい人をですね、隣にいてサポートするズッズさんっていうのは、やっぱりね、その風さんと同じエネルギーじゃないとやっていけないと思うんですよね。だからズッズさんも本当にすごい人だなって本当に思います。もう私たちが計り知れない悩みやら苦しみもがきいっぱいあると思うんですよね。悔しい思いも、言いたくても言えないこととか、なんか飲み込んでることとかいっぱいあると思うんですよね。うん、でもこの風を守るんだっていうズッズさんの男気ね、ブルーレイの特典映像で言ってましたよね。ズッズさん、もう明日辞めるっていうなら、うん、それはそれでって。だから風さんをミュージシャンとして世に出すはもちろんだけど、それとともに風さんの意思っていうものを何より大事にしてるっていうことがはっきり分かりましたよね。もう藤井風という人生を背負っちゃってるぐらいな、うん、もう風が幸せならそれが一番、そのために俺は何でもする、
ぐらいの気迫を私は感じたんですよね。あれはグッときましたよね。うん、なんかこの棺桶の風さんを弾いてるズズさんの姿にね、もう本当にいろんな思いが湧いてしまって、本当に私なんかが言うのおかしいんですけど、もう本当に心の底から感謝ありがとうっていう気持ちが湧いてきて、それはやっぱりこの風さんという人をこのね世に出してくれた、もうズズさんがいなければ今の風さんはいないわけですよね。そしてこの5年間本当に大変だったと思うんですよね。計り知れないいろんな苦難があったと思うんですよ。それを風さんと一緒に乗り越えてきた、うん、もう本当人生を風さんにかけてますもんね。だからその腹くくりといいますか、その本気にもうありがとうございますって変なんだけど思うんですよね私、うん、いやーなんか改めてちょっと今日はねズズさんにフォーカスしてねなんか話したくなっちゃいました。もう思いが溢れてきて、うん、本当に素晴らしいマネージャーっていうか人間、川津智則さんですね。もう風さんと出会ってくれてありがとう。そして風さんと共にこれからもどうなっていくかわからないけど、もう風さんとズッツさんが納得していることなら、それはファンとして何であれ受け止めたいって、そんな風に思いましたね。はい、ずっとずっと応援していきたいと思いました。はい、ということでちょっと今回はズッツさんをフォーカスして話してみました。ありがとうございました。ではまた。